夢をいっぱい咲かせよう。君とバッバッとバッとバッとアンカー A3 ブルーミングラジオステーション。監督の皆さんこんばんは。 A3 佐久間咲也役酒井光大です。この番組はイケメン役者育成ゲーム A3 の魅力が満開のウェブラジオでございます。9月でございます。もうね、残暑は超厳しいんでしょうね。引き続き監督の皆さん、まだまだ暑さに油断せずに、気をつけて過ごしていってください。いや本当にね、早く涼しくなってほしいんですよ。もう早く秋が来てほしいんですけれども、そんなねウルラジに秋らしい今日ゲスト来てくださってますんでね、一足早く皆さんに秋をお届けできるんじゃないかなと勝手に思っております先月はですねうまいこと言おうとしてうまく言えなかったですね。先月は作詞作曲編曲家のアンカーさんがゲストに来てくださいました。曲のお話や A3 愛をたくさん感じることができましたし、まあお酒が好きということで、すごいね、飲み行きましょう飲み行きましょうって言ってるんですけど、現段階ではちょっとまだ行けてないんでね、あの早く一緒に飲み行ってたくさん A3 の話したいななんて思っておりますけれども、そして今月のブルラジのゲストなんですけれども、秋組から泉田あずみ役の小西誠也さんでございます、ね、新生ブルラジになってから秋組のゲストはですね、補正さん浜さんに続いて3人目ということで、いろんなお話伺っていきたいなと思っておりますので、監督の皆さんお楽しみに。それでは始めてまいりましょう。 A3 ブルーミングラジオステーション、ブルブルブルーミング。考えた A3 ブルーミングラジオステーション。それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。この方です。監督の皆さんこんばんは。こんばんは。秋組泉田あざみ役小西誠也です。小西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや秋の風を吹かしていきます、はい、よろしくお願いします全く閉まらなかったですねあれはね、本当にもう、でも久しぶりですよね。いや久しぶりですね。小西さんも、はい、うん、相変わらず元気で。元気ですよなんか距離感のある感じ。元気そうで酒井さんもいや元気です。お互いね、はい、よかったです。会ったのいつぶりですか。結構いやもう 2,3 年前に。2,3年くらい前ですかね。一回ちょっと、まあ、ご飯というか、うん、お会いして、うん、そうですそうです、はい。以来かもしれないですね。ですよね。だってイベントとか思い出した、はい、僕、うん、収録の現場で。あそうだ一回ちょっとすれ違いましたよね。すれ違いありましたね。そうですよね。そう、それこそあの4部のね、はい、そう、収録の時にちょうど小西さんが僕の前に撮ってて、はい、お会いしたっていうのが、そうですよね、まあ、割と直近のすれ違いですね。すれ違いぐらいですかね。だからその前だとあとブルライとかがありましたけど、ブルライはもう2022年ですから、あ2年くらい前なので。そっか2年前か。かなりご無沙汰かもしれないですね。ちゃんとそのお話しするのは、はい、はい、だからなんかちょっと嬉しいっすね。いや嬉しいです、はい、よろしくお願いします。あよろしくお願いいたします旧ブルラジ時代でも、まあ、我々2人でラジオっていうのは、まあ、やったことはなかったの で、ね、がっつり A3 のお話をできるのは今回初めてということなので、うん、はい、ちょっと改めてね、いろいろあの A3 について、そして泉田あざみについてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まず A3 はですね、今年でも7周年を迎えまして、まあ、来年1月で8周年ということで、小西さんが演じる、泉田あざみは、アクト2からの登場なので6年くらいですかね、もう登場して。そんな経つんですね。はい、相当長い付き合いになりましたけれども、改めて A3 そして、あざみは小西さんにとってどんなこう作品だったりキャラクターですか。そうですね、うん、やっぱりこの演劇っていうところで、はい、まあ、僕も普段その演劇をやっているので、うん、なんかそういう意味ではすごく僕自身としても親和性があって、うん、なんかすごくA3 の物語がリアルに感じるというか、はい、うん、リアルに、まあ、僕らの中でもあったりとかするようなことが本当にこの作品の中でもあったりするので、うん、いやすごく改めて面白いなっていう感じですけど、なんか話も今どんどん展開されていて。いやそうですよね、はい、うん、7周年迎えてもメインストーリーは ね、 ですね、どん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 だし、やっぱり成長していくのが、うん、いいですよね。いやそうですね、みんな、まあ、あざみもそうですけれども、はい、満開カンパニーのほとんどが、うん、まあ、演劇初心者っていうところから始まって、はい、どん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 そのキャラクター的にも役者としてもこう成長していってるっていうところが、我々もねすごくなんかこう一緒にこう成長できる
っていうところはあると思うので、そうですね、で特にその小西さんは舞台に多く立たれてるから、はい、よりなんていうかもう字で A3 を言ってるみたいなところはもうあると思うんですけれども、はい、ただその声優としては、はい、もう A3 が初めてっていうことだったんですけど、改めてその当時どういうこうお気持ちでしたか、まあ、いろんなところでまあお話しされてると思うんですけれども、いやマジで緊張しましたね、そうですよね、マイク前でっていうブースで収録、はい、うん、こう一人でマイクに向かってゲームですからねやるっていうのがなんか慣れないかったんで、うんうん、めちゃめちゃ緊張しましたし、はい、なんか最初一番最初に撮った時は、うん、一気にものすごい量を撮ったんで、はいはい、まあ大変でしたね。いやそうですよね。そもそも、はい、まあ、特にアクト2に関しては、まあ、あざみはアクト2からの登場なの で、ね、だいぶそのスポットが当てられて、喋、はい、るシーンも登場シーンももちろん当然多かったと思うので、はい、それでいきなり ね、 いやそうですね、 初挑戦でっていうところで、はい、でもだいぶ慣れてきたというか、うんうん、いろいろ買ってもなんか分かってきて、はいはい、だいぶもう今は楽しく収録させていただいてますね、はいはい、なんかその声優を、まあ、やるにあたって、まあ、一番最初にそのあざみに声を吹き込む時っていうのは、はい、何かそのアドバイスとかってなんか受けられたりしたんですか、その他の例えば声優とか、まあ、舞台俳優仲間とかから。高校の同級生に声優の方がいて、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、はい、ちょっと聞きたいなと思って、うん、ご飯行こうって言って、うん、行って聞こうと思ったんですけど、はい、でいろいろ聞いたんですけど、はい、あんま何も答えてくれなくてどういうこと、え、何ですか、なんか教えてくれないんですよ。教えてくれない、うん、僕今畑中タスクの、はいはい、この A3 で出会って、はい、同い年で仲良くさせてもらってるんですけど、はい、でタスクとかにプライベートで会って聞くんすよ、はいはい、教えてくれないんですよ。なんで、あれ何なんですか。いやいや別になんか何もないと思いますけど教えてくれないってどういうことですか。あれ何なんですか。酒井さん教えてくれます。いや僕教えますよ。本当ですか、はい、いや僕でよければじゃあ僕ごときがなんかちょっと教えるってわけじゃないですけど。いやいやそうなんですよ。そんな 何を隠してるんですか。今まで聞いた人ほぼ教えてくれないんですよ、はい、ちなみにそのどういうこと聞かれようとされますか、はい、いやなんかそのマイク前での言い方だったりとか、うん、なんかなんていうんですか、普通僕が舞台とかでお芝居やってるのとはやっぱり違う、全く違う技術的なものがあったりとかするんで、なんかそういうところをこうどうやってやってんのとか、なんかあとその目の前にリアルに相手がいない状況の中でどうやってお芝居してるのみたいなこととか聞くんですけど、はい、いやいや大丈夫だよみたいな感じでそれってタスクとかもいやいやいや、まあ、せいや大丈夫だよみたいな、いや違うから聞いてるんじゃんみたいな、隠してるんじゃなくて、はい、なんか何も言えないんじゃないですかね。なんか何なんですか、ね、なんかね、何なんですか、そのアドバイス何だろう。でもタスクさん何なんですかね、その、ま、アドバイスすることによって、はい、なんかそれが全てって思ってほしくなかったするのかもしれないですよね。あ、まあまあまあそうですね、いろいろ多分人によってそのやり方だったりっていうのも多分違ったりもすると思うので、はい、ディレクターさんとかによって、はい、まあまあまあ、だからあんまりもしかしたらそのタスクさんがアドバイスすることによってそれが全てだって思われたくないからとかっていうのもあったのかもしれないですね。いやそうですね、まあある意味優しさというかねまあそうかもしれないですよね。なんか気を使ってくれたのかもしれないですけど、もう全然僕聞いてくれたら何でも答えますんで、ご飯行きましょう。あ、ぜひぜひそしてゲームの方なんですけれどもですね、はい、秋組メインの15幕が配信されまして、はい、こちらもねもうずっとそのあざみ長く演じてこられてると思うんですけれども、はい、改めてそのキャラクターの成長だったり、はい、小西さん自身がそのあざみと向き合う中で、はい、心境の変化だったりとかっていうのはあったりしましたか。いやそうですね、今回なんか特にもうちょっと内容に触れますけど、はい、コンテストに出て、そうなんですよね、うん、で結果としては、うん、1位になれなかったんですけど、ね、うん、でもなんかその負けたんだけど、うん、その1位の人に対するリスペクトだったりとか、うん、自分の足りない部分だったりとか、うん、そういうところとかもなんか全部素直に認めて、うん、っていうところがなんかすごく大人になったなっていう確かにね、成長した、なんかもちろん毎回こう成長感じるんですけど、うん、なんか改めて
ああなんかすごく大人になったんだなっていう風には感じましたね。だしなんか素敵な成長の仕方というか、確かにあのいい大人になっていってるんじゃないかなっていう。いやまだまだね高校生ですから、ね、いやそうなんですよ、伸びしろしかないって、まあ、どのキャラもそうですけど、そうなんです、なんか、ね、あざみ大人っぽいんで、うんうんうん、だしなんか割と中身もちょっとこう大人っぽい感じはあるんで、うん、確かにまだ高校生なんですよね。そうなんですよ。だって初登場時って中学生でしたね。だからそこから考えるとね、いやそうなんです、相当まあ大人に近づいていってるとは思いますけれども、はい、いや僕特になんかあのあざみくんの成長を感じたのは、はい、あんまり SNS とかに結構無頓着じゃないですか、はい、それをそのいぶきっていうね新キャラクターのキックスのキャラクターになんかそういうのをいろいろ活用した方がいいよっていうのも割と素直に、まあ最初はちょっと渋ってたりはしましたけど、ああいうところがなんかあれあざみくん成長しとるやんと思って、なんかちょっと親目線みたいな感じに、最初こう自分がねしているところをこう受け入れて、素直に受け入れるっていう、そうなんか学ぶところがあるなと思いました。僕も、まあ、ぶっちゃけあんまり SNS 得意な方ではないんですけれども、はい、でもやっぱり今そういう時代じゃないですか、この令和の時代。そうですよね。だからもっともっとなんか例えば X とかいろんなものをなんか活用していかなきゃいけないなっていうのは、はい、なんかその A3 見て改めてなんかねそういうところもこれから更新してもらえるってことですか、はい、頑張っかしないなしないなしないななんかだから羨ましいっすね。なんかなんかその自撮りとか一緒になんかいろんな人と写真を撮ってあげてらっしゃる役者さんの方とかなんかできないなと思います、はい、声かけられないんであんまりなんか写真書撮りましょうとか。わかりますね、だから撮ってもらう分には全然嬉しいんですけど、だからねなんかやらないだろうけど、ちょっと気持ち的にはちょっとなんか頑張っていきたいなと思ってます。そしてさらにですね、8月28日には A3 イノセントオータム EP がリリースされました。こちらですね第9回第10回の公演曲が収録されていて、小西さんは第10回公演曲サプライズフォーミスターバチェラーを担当されております。こちら改めてどんな曲でしたか、そして歌ってみていかがでしたか。はい、そうですね、これ、うん、あのバチェラーパーティー あの話なんですけど、はい、なかなか予想外の波乱が起きるっていう、うん感じの内容になってまして、はい、だから割と結構この曲自体もこうなんていうんですかね、割とアップテンポで、確かにポップのね感じですよね、なんか楽しい感じにはなってますね、うんはい、ホセさんと2人で、うん佐京とあざみで歌わせていただきました、ね、なんかエモいっすよね、そのやっぱ2人の組み合わせってまあみんなファンの方ね、待ってたと思いますけど、特にその関係性が強い2人というか、いやそうです ねもうプライベートでも割と僕ホセさんとも仲良くさせていただいてるんで、うんうんおはい、一緒になんか歌えて嬉しかった。いいな、僕より全然仲いい人いっぱいいるじゃないですか声優本当ですか僕友達少ない方なんで、いやいや僕もでも、もう狭い範囲で、あ狭い範囲でやらせていただいてます狭い範囲でやらせていただいて狭い範囲でやらせていただいてますいやでもすごいなんかポップでちょっとジャジーと言ったらいいのかな、ちょっとわかんないですけど、はいはいはい、すごいなんかちょっとおしゃれな感じの曲ですよね、ちょっと懐かしい難しいような、あ確かに確かに、なんだろう平成っぽさみたいなのもちょっとね、はい、あるような感じ で、ね、うん、あとキャラクターのビジュアルもすごい素敵でしたね、はい、そうなんですよ、うん、金髪でね、金髪で、はい、パツキンのあざみ、新しい、うん、道を開きましたね、確かにあざみパワーが、はい、もうメイクのねめちゃめちゃいいです、ね、あれすごい素敵でしたね、はい、はい、ありがとうございます。そして来年になりますけれども、2025年3月23日に、秋組単独イベントオータムパーティー2025が開催となります。まあ少し先なんですけれども、こちらついに秋組の単独イベントということで、こちら決まった時とかの心境とかってどうでしたか、はい、まあやるんだろうなっていうのは、まあまあそうですね、もちろんね、春組、はい、夏組されてて、はい、うん、秋組もやるんだろうなとは思いつつ、はい、いやでもめっちゃ嬉しかったですね、ね、もう待望というか、待望の、ファンの方も監督の皆さんも、うん、待望だと思いますし、はいはい、めちゃくちゃ気になるな、僕が言うのもあれですけど、その千春さん進行できるのかなみたいないや、ちょっとごめんなさい、本当僕が言うのも超恐縮なんですけど、あそうですね、まあ、今のところ沢代さんはちょっと、うん、イップスに陥ってますイップスに陥ってますそうなんだあれなんか経験が終わりで、はい、あ
そっか、今ねちょっと番組ね、はい、やってらっしゃいますもんね。ちょいちょいあの、うん、ヒップスの姿見てるんでまあ3月間に合うかな、はい、合うかな、どうか分かんないですけど仕上げてきてほしいですね。あのもしかしたら治ってるかもしれない、はい、あーなるほど、はい、そんな本当そんな状態なんですか。なんかもう言葉が出てこないみたいな進行しようと思ったら、はい、あーってなっちゃうみたいなっていうのもありますし、はい、言われすぎちゃったのかな、もしかしたら、うん、まあそういうところも含めてちょっと楽しい、まあはい、楽しみなんですよね。だから秋組なんですけど、うん、まあ、ちょっとあの三四郎さんの精神乱さないように平和にはい、ということでここでお時間が来てしまいました。あっという間でございましたね。パート2は明日9月4日配信でございます。ゲストは引き続き小西さんです。明日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。監督の皆さん、パート2もぜひ聞いてください。